は、茶葉政権の山でございます。この度は、平和、また名和の優勝を受賞することになりまして、推薦してくださった先生方、また、選出していただいた学会議員の皆様方、それより何よりもですね、常日頃、観測研究を推進するにあたって、教育というか指導しながら、一緒にやってくれているジャムステックを推進するの仲間たち、同僚たちで、当然今回国際プロジェクトも関係しますので、国内以外の関係している研究所の各位に改めてこの場をお借りして御礼申し上げたいと思います。どうもありがとうございます。で、今日今回受賞の、船舶観測による、電磁波振動研究、MCO 研究と国際プロジェクト推進ということなんですけれども、その選定理由のところがですね、特に、後ろを読まなくてもいいように抜粋してここだけだと、簡単に言うとこういうことだと思うんですけれども、船舶を観測手段の中心という立場から、そういった立場から、観測研究の機会を提供、また、国際プロジェクトを立案するし、運営を中心とした観測理解への貢献ということで、私自分でこうやって読むのは華やかですし、正直にはただただ強調するばかりではあるんですけれども、主要項にですね、当時言っていた携帯便に皆さんの方にも、宇宙の人間にもお伝えしたんですけれども、この受賞理由を見ただけでも分かるのは、私は何かマスターという意味ではなくて、例えば機械提供などというのですね、でそこに参加してくれた方が成果を出したからこそ、成果の到達として認められているということですので、これは本当に皆さんに感謝しなさいと言っている賞だというふうに受け取りまして、ありがたく頂戴しますし、今日の講演もですね、こういった、経緯、過去の船ができてから、観測をスタートして、現在に至るまで、またこれからの、期待を込めてというふうに、思っておりますので、その単純な研究の今までどういうことが上がったかというレビューを、するよりも、今まで、その観測プロジェクトの実案であるとか、そういった、やることにおいてですね、どういったことを経験してきて、どういうことを特に私個人が印象に残っていたかということを、中心にお話しさせていただければなと思います。ただし当然研究成果に関しては当然出ているわけですけれども、宣伝になりますけれども、ちょうど今石原雅彦さんが中心になってですね、気象データに関する気象研究ノートの方を取り巻いていらっしゃいますけれども、そちらの方にもですね、未来特に、今回の主流の主なところでもあります未来のトップラレーダーも研究成果の取りまとめたものを、出しておりますので、ぜひともそちらの方をご覧いただきたいなくださいと思います。で、今日お話しするのは、今ここにいくつか項目が出てますけれども、ですね、どういうことがあったかというのを時間を追って、時系列的にお話をさせていただきたいと思いますが、私ですね、こういう国際プロジェクトをスタートの90年代から、そういう立場というか、活動を始めているんですけれども、その当時ですね、当然いろんな場に出ていっても、今ここでもどれくらいの方がたくさん落としているかご存知か分かりませんが、国際プロジェクト当然何も知らないので、自分をその名前のところ国を呼んでもらった場合は、例えばミスターフィンと書いてですね、そういうところで自己紹介をしたり、いたので、またミスターフィンの歩みに書いてるんですけれども、恥ずかしいことを言いますとですね、多分40代以上の方はよく覚えて、ご記憶だと思いますけど、昔、香港映画でミスターブーっていうのがあってですね、非常に、ここにくだらない歴史ですけど、そういうコメディ映画があって、でそれに引っ掛けて、ちょっとふざけた感じで、そういう冒頭を何だったかちょっと甘くしようかなというふうなのが、下心で言ってたんですけども、歴史であれば当たり前なんですけれども、ミスター・ブーっていうのは広大でして、海外の話しても全然当然つかみが取れないということで、話持ってくんだけど、なんかスタートおかしいなという感じをしていました。実際にはこうやって話し始めたんですけど、なんか皆さんもなんかあんまり乗ってこないなということなので、おそらくここにいる会場の方は30代以下だというふうに。話をしていきたいなというふうに思います。で、今回の受賞理由は主にその太陽地球未来を使った活動ですから、歴史振り返りがそこからだろうというふうにご指摘だと思うんですけれども、それの伏線となる学生時代の2つの思い出出来事に関して現在の述べた後に本格的未来の話をしたいと思います。で、私旧大の方で学校で大学に修士までやっているんですけれども、特に熱帯気象に関しましては、学校の時から例えばハワイに移住するところは、していたんですけれども、特にですね、修士1年の時にミクロネシアのその時はコーナーだけやってましたけれども、
ども、コンペイトでですね、ビデオコンテ科学を高橋文先生のもとで、行って、3週間滞在して、観測を行いました。私たちの方でも、夜間の雨が降る動画を現地のレーダーをずっと見ている係と、あと上がった飛んで上がるときに、安全を制御するぐらいの仕事しかなかったんですけれども、そういう観測を、初めての熱帯気象という分野に触れる機会とございました。でですね、で例えばその観測期間中3週間だったんですけれども、例えば今回ですね、お世話になった方からちょっと振り返るということで、結構いろいろ名前が出てます。しかし必ずしも全部、当然読み上げるわけではないので、読み上げたら多分それだけで上司が進んでしまいますので、必ずしも読み上げないんですけど、ちょっと最初の一つがちょっと読み上げる形になるかなと思いますが、例えば、こういう観測が正しいか、ちゃんと予算を正しく使っているかどうかということで、文部省の関西院として、来られたのは、例えば松本先生だとか、あと、ちょうどそのサイトサーベイで、気象研の吉田さんや明枝さんなんかが、ちょうどそのタイミングで来られた。で、この時は、この観測の、観測であり、今、それぞれの目的でいたんですけれども、就職も、結果的に皆さんの方はお世話になるということです。また、ホテルのスタッフが書いてあるんですけれども、観測の3週間、頻繁にミスもするので、先生からよく叱られるんですけれども、それを癒してくれるのが、ホテルのスタッフの会話でして、なんかあとも、踊ったら、そこのレストランであったり、そこら辺の人たちと話すことによって、なんとなく気に入ってほしいということもありまして、多分人生の中で一番英語を勉強したのは、もしかしたら。結果的にそう、今でも語学力はないんですけれども、そこで頑張って語学力を持って、その後、国際的な、活動のお話になっているのかなと思いますので、そういう点ではあると思います。で、いずれにしても大学の時に、熱帯気象に触れたということなんですが、でですね、もう一点はですね、当時の先生である高橋先生の、当時、気象学のプロムナードというのがそういったことでして、雲の向きというところもあって、当時どころで、今でもよくまだ理解できないんですけれども、ただよく繰り返し読んでいたところが、その本の中の後書きの部分でして、30年前ですけれども、日本でのこれからの研究必要なことということで3つ挙げていて、観測機、まさに今日はこの前に接種進行時で行った話ですので、ある意味考える機会でもありますけれども、と、あとは、雲の縦作れるように自由に作れるように人工道具を作るべきであると、あと3つ目は、寿司での準備できる大型のコンピューターというようなことを、体験いたしました。で、最後に夢を持つことが高橋の特権というような言葉があって、なんとなく印象に残っていて、よく、記憶に残っていて、よく繰り返してみる。実際、夢を持つことは、研究者じゃなくても、一般の方も誰だと持つべき、特権的重要だと思うんですけれども、強いて言うとしたら、研究者はそれを夢を追い続けることが、職業になりわいになっていますし、もしかしたら、それを実現して初めて研究者として言えるということ、責任という観点からすると、もう少し、先生がいたかったら、この僕のことをいただくのかと、思いながら、この言葉が。でですね、こういった、こういうものだけ頭に残っていたので、送別会、卒業するときに送別会でですね、自分で言った言葉を覚えていてですね、こういうのをいろいろあって、で、ジャムスタッフ就職決まりましたので、なんかいろんなところをやるところみたいです。ただ、船をやるところなんで、航空機はないですけれども、なんかどこかでだったらつけたいと思いますが、なんか根拠はあったわけではないんですけれども、一言言ったのは非常に鮮明に覚えています。で、こういった、熱帯気象に触れたり、レーダーを持ちたりというような夢があったんですけれども、で、その機会はですね、ジャムステップに就職すると思いがけです。すぐにやっています。3年目なんですけれども、私は番議長に出向を命じられます。で、それはですね、その時その第一総理大臣から指紋が出ていて、我が国海洋調査研究の推進方針について知られます。送信しなさいということで、その事務局として、ジャムステップから派遣になるんですけども、私が選ばれた理由はですね、その当時の、鍵町役所からですね、ジャムステップに来ていた方々がですね、なんかたまたま先の席で騒いでいたと思って、こういう元気なやつに認めいられるくらいで選んだのは本当の言葉らしいんですけれども、その方の、例えば一人、マミヤさんなんかはですね、ちょうどその同期がですね、彼の同期は兄弟工学部であるお友達だったんですが、亡くなられましたけども、深尾先生で、ご存知のように、第1回目の堀内賞の受賞の、受賞者でありますし、で、その時話に出たのが、船舶搭載のプロファイラーを作りたいというふうな話だったんですけれども、で、実際それを実現したのは、東京の橋本さんというんですね。で、橋本さんも堀内賞を取られるということもありまして、今思えばこうやって何か縁があったのかなと思います。で、ここでのことはですね、ちょっといくつか、この
執行でですね、重要なことというのはですね、この、その方針をですね、結局、旧原子力を潰すというのがあったんですけれども、それが、新たな太陽観測船として、未来として、スタートする。で、その時に、議論されたのは、特に、まあ、あれなりに原爆観測必要だねというのは、非常に役所の中で、熱心に議論されているのが、インパクトとしてあります。また、そこの場合に、まあ、私自身が送られたということもありますけれども、大気海洋作用というのが、その中にも特に出てきて、項目して、具体的な項目で上がった。で、何をしたら絶対対象されて分かるかと言ったときに、私はですね、念仏のようにですね、例が例が、ふうに言ったことによって、かなり、役所の中にサポーターが出てきて、搭載するとき、予算要求等で、いろいろと、まあ、便宜がかけられるのは、まあ、実際のところでございます。あと、個人的に思うのはですね、その時に議論した中では、例えば未来の時に、共同利用船として使いますので、誰が乗ってもいいデータということから、観測技術制度があの通り、まあ、議論されて少しずつスタートしてたんですけれども、ある意味で未来を持って完成したと思ってますし、あとはこの時のデータ管理について、ちゃんと取った以上は全データを出すという議論が真剣に議論されたのがこの頃だと思います。で、また同じくその執行している頃、1992年から3年だけでは、トマコアが行われまして、これも非常にあの私にとっては大きいことだったんですけど、そのと同時にですね、ジャムスが、まあ、トマコアに参加することによって、本格的に大会予測材に、参画者が入り込むということで、まあ、帝国名義が優勝したことだったと思います。また、この同じタイミングで、尖閣搭載のドクラレーダーが、原因の研究者ですけれども、技術的に確立したということも、追い風というか、むしろこういうのがあったから、要求したんですけれども、スタートの企画としては非常に良かったと思います。で、この苫小はですね、その日本が、企画段階から本格的に参加したプロジェクトではあるんですけれども、例えば、新さんご存知のように、新さん、新さんや武雄さんとか、インターのことを見ながらですね、新さん、飯田さん、石田さん、中田さん、等々、あと、イサムセルの黒田さん、や島さん等々ですね、まあ、要するにその年代をどんどん積極的にやっていくようなメンバーが、その当時、頑張っていたわけですけれども、変があってですね、その後もですね、お付き合いする場をいただいておりまして、今でも、まあ、名称特集研究会などどういうことかと、さておき、いまだに説教を聞きながらですね、実は、一昨年もちょっと説教を聞いたばかりなんですけれども、そういったのをアドバイスいただきながら、私は糧にしながら研究を進めていると。で、役所から戻った後にですね、じゃあ、大々的に、気象なり気候なり、やっていくぞということを示す意味もありまして、偶然、N かという機会が出てまして、で、そこでは、ボスはデパートだったんですけれども、そこのもとで、周囲の研究者と、議論しながらですね、まあ、トマコアのデータ解析を進めていくんですけれども、同時に、そのドクラレーダーを未来スタートするのに何かしなさいということで、CSU に頻繁に訪れたりですね、行って、知見を高めていくということがありました。また、言っていたことを聞きつけたですね、お亡くなりになられましたけども、佐々木先生が、オクラマンの方に呼んでいただきまして、まあ、そのいろんな施設を 見させていただいて、勉強したと。ただ、記憶に残っているのはですね、海域はですね、彼が言ったのはですね、日本には滝井さんという若い優秀な学生がいるので、まあ、帰ったらなんか動いておいてないと言われたので、非常に覚えておいて、まあ、その人は気象庁の名前だけだったんですけども、未来にスタートしてから、個人的にも、まあ、非常に研究の面でもお世話になることになります。また、あと、エヌカーなんかはですね、トマコアで問題になったのは、ラジオとのドライバーさんみたいな当事者だったので、そういった場所にいたということも、今後の次の活動に影響を与えています。で、この辺りなんですけど、心配なんですけれども、未来スタートする前にですね、じゃあしっかりデータ取ろうということで、ラジオゾンデであるとか、先行的なゾンデであるとか、あとは、まあ、ドクラレーダーに関しても、まあ、さらに本格的な準備に入るということで、現在、神戸電力が廃止されるとか、あとは大防災関係の方にお世話になりながら、研究を準備をしていくという状況です。で、いざ未来にスタートするのは98年からスタートするんですけれども、未来のプラレールにいよいよ本格導入で使うと言ったんですけれども、実はその最初の航海からですね、3日後に事態が安定しまして、高校で関根藩が出て3日後にはですね、すでにまとめたのに新幹線なんですけど、新幹線が出てですね、まあ、原子力潰すだったということもありまして、ちょっと注目が増えていたので、配置研究船の位置確認装置の保証、ただし、まあ、今回は問題がないから、とりあえず航海するというのは、新聞記事で扱われました。よくよく読んでみるとですね、ドクラレーダーのどういう修正で使うかするのに、GPS 使うんですけれども、それは保証しただけなんですけれども、
ただそれ、そういうのを故障しても騒がれる時期でして、で騒がれるということは、当然初代では大騒ぎになってて、それ以降、1年間かけてですね、どうやったら治るか、治るんですけれども、治ったと証明しなさいということで、1年間が継げされてきて、で、その後に、ちょうど、トリムの動機関係等も行う効果がありますので、こういったものを使いながら、その精霊を維持を図っていく、その腰を直しながら精霊維持を図っていくんですけれども、実際その成果を使いながらですね、その当時は 10dB 以上下がることがあったんですけれども、まあ、問題点がはっきり分かって、現在では、このようなアキュメントを使って、今皆さんに依頼におられて、レーダー観測しても、精霊に観測ができるようになっています。でこの時に、まあ、あえて今回言及したようにですね、当然こういった問題をフィックスするのにあたって、観測技術員の方が非常に努力してくれたんですけれども、と同時にですね、これ、99年にですね、私、個人的に勝負に、勝俣雅樹というのが国体から来まして、レーダーのスペシャリストだったので、彼が実質私が、プロジェクトやってるんですけども、もうレーダーのほとんど彼に任せきりということで、彼が来たことによって、まあ、こういった問題も解決していたということになります。で、まあ、実際、いざスタートするとこういった国際プロジェクトを、スタートしていくんですけれども、一番最初に行ったのは99というので、2つ、記憶にあるのでちょっと出ておきたいんですけれども、やる前にですね、データ、国際プロジェクトをやる以上、データどうするんだろうというのをずっと参加したんですけれども、まあ、正直あの当時の私はですね、データを取った人のものという概念をまだ捨ててくれませんでした。ところが、相手の共同研究会であるエネルギー省であるとか、このままのすぐ出せてくれたという議論をして、結果的に1年でこれがついたわけですけれども、まあ、非常に私としては、鮮明な記憶として残っています。で、想像できると思うんですけれども、いざプロジェクトが終わって、1年後にデータ出したのは日本だけです。アメリカは全然出さなかったんですけれども、まあまあ、そういう状況があります。で、あとその、最初にデータ出す出さないというのを議論したワークショップが終わった後にですね、そのトップだったトム・アッパーマン、今、ワシントン大にいらっしゃいますけれども、ただもう、感想終わったと、で、次何やねんっていうのをすぐに言ってきたんですね。で、まだこれから解析でしょって言った時に、プロジェクトやる人間がそういうことを言ってたらダメだと。プロジェクトが基本的に回っていくものだというふうなことを言って、もうスタートしたら次のことを考えるくらいの考え方で、お前は何も言いたいようなことを非常に言われて、非常に、まあ、まだあの時に30前半だったので、インパクトとして残っています。で、いざ、本格スタートして、2000年代に入りますと、西太平洋の本格的な MGO の研究が、あの当時まだ、MGO の研究だけではなかなか邪魔してこないでは難しかったので、エルニーニョ研究の一環として MGO を捉えるということもありますので、西太平洋で観測をスタートしました。皆さん、いろんな、研究機関の方がですね、いろんな観測装置を持ち込んでいただいて、やったと。で、ただ、主席の私が何をしていたかといえば、ずっと定点観測をして、単調な日々が続きますので、こういう時に事故があってはいけないということで、何をしたかといったら、存在の空き箱を使って相撲、紙相撲大会に行ったりとか、イベントをどっか行ってみたりとかということをしてたんですけれども、まあ、観測技術の方の協力を得ながら、宣伝イベントを行っていたので、大会その最後公開は何というのか、運動会にしたとか、紙相撲を作ってというような、言われる時期がありました。で、実際にじゃあ4年間に何に成果が出たかというと、ちゃんと、MGO を捉えていたんですけれども、いざ、それで論文出してみるとですね、こんなのは、発生している臨床医じゃないとダメだとかですね、データを使ったというけど、もう再解析で十分じゃないかというようなことがリジェクトされたというこれ3本もリジェクトされてしまってですね、運動会でやってる場合じゃなかったかもしれないですけれども、そういうことがありました。で、いざ、じゃあそういうことを踏まえてですね、ちょっと邪魔してるというのを本格化したこともありまして、本格的に、じゃあ、音声と捉えようということで、ミスモというプロジェクトを立ち上げました。でこの時はですね、自分たちの中でかなりミスメーターがいたんですけれども、国際協力を得ようということで、その当時、まあ、動き始めていたプライバーの、研究機関、医療パネルに協力を得まして、多くの、特にその当時の海洋学者の方が非常に協力をして、一緒に盛り上げていってくれました。誰とは言いませんけれども、ただその時に一人いた有名な気象研究者なんですけれども、勝手にやればいい。そんなに何が分かるというふうに言われるのか非常に覚えています。いえ、ここにはいらっしゃらないと言われます。で、実際じゃあどうやったかとやるとですね、もう、これは見たことないです。これ未来定性観測期間中ですけれども、1ヶ月間定性観測をしている時にオンセットが、MGO のオンセットを捉えて、で、しかもですね、想像してもできないぐらいですね、船が動き始めた、経由部位を維持するために動き始めたら、雲がついていくというですね、後の先にもこれが僕だと思いますけれども、いいクルーズをすることができました。ただですね、実は今日の時に日韓がですね、
当然仲間なので非常に喜ぶべきなんですけども、まあ、エビジェンシビエで最初に成功したということで、言ったことでとてもこちらがなくですね、十分じゃないかといろいろ議論もされたんですが、まあ、これをきっかけに、モデルの方たちと本格的なジャニーズ署内でも協力が始まるという状況です。で、まあ、いろんなことを出してもですね、もっと、しっかりした道を捉えなさいといったこともありましたので、出直しということで、改めて問題と再活動を動き出して、それが CB2011 というプロジェクトでして、その5年後ですね、2017年になりますと、今度はですね、まあ、推しもされるというのはアメリカも参加しても大きいんですけれども、多くの方が参加して、船であるとか、航空機も、地上にも多数のレールを展開して、大々的にやることができる。このように寄せないというぐらいに、しっかりとエビジョンとも捉えて、今現在、先週末現在ですけれども132本の中に出ているということで非常に盛況に終わっているかなと、で進んでいるかなと思います。で本当は今日ここら辺を一番喋りたかったんですけど時間が来ているので、はい、話しますが、当然やる上で何人か印象に残る人がいるんですけれども、当時から皆さんのように内野さん、エビジョン研究第一人者ですので、彼がパートナーとしてついてくれたことは、正直進んでいる上で大事だったので、です。で、あとはです、例えば NA 選手の方なんですけれども、お金をつけて悪い発想ではなく、彼の方が誰よりも研究を理解していて、もともと彼は25歳で初めて書いているのが NHL というくらいの方なんですけれども、そういう方が、予算をつけた以上成功させるということで、むしろ知った利益をしていったらいいと。で、多くの方に支えられて行ったんですけれども、あとは、個人的にはですね、海洋学者なんですけれども、そのミスも終わった後にですね、もう一回やらないかと声かけてくれたのは実際海洋学者のゲリバイルという方でして、自分もやらないというよりやらないかというですね、ある意味ファン、こういう、ね、例えば野球とかスポーツとかの場合に、非常にキープだけのファンが来るによって、そのファンの期待に応えたいと思ったことが、実は真理かなと思っています。あと、あえて言及しておきたいのは、2011年というのは、隣の皆さんの言っている通り、震災があった時なんですけれども、ジャッジで追跡できたんですが、その後ですね、船を使って、このように、まあ、一応見えないと思いますけど、中国で海洋調査の研究を、私自身も、震災直後にですね、指摘として乗って、こういうふうな現場に出て、関わっているんですけれども、そういった、ジャムセットして、基本的にこういうのを、僕が普段、空気の中でですね、当時、その本当の理由はよくわからないんですけれども、ジャムセット経営陣がですね、唯一シーディー、クルーズだけは、元国にやらせてあげようということで、経営判断をしていただきました。ここには言えてないんですけれども、後で皆さんできれば伝えてほしいんですけれども、定時にもありがとうというふうに思っています。で、今現在、もうあとそんなに終わりますので、ですけれども、今現在はですね、まあ、5年ごとに組織が変わるんですけれども、より大会総裁を頑張りなさいということで、大会総裁を分野というのが直接的に出ていまして、あとは海関係でお中心とするグループもありますので、約30名ぐらいの人間がいて、熱帯の西太平洋、心臓をかけて、やってるんですけれども、で特に、今現在の活動という観点でいくと、昨日 YMC セッションを開催させていただいたんですけれども、インドネシアでですね、特に、まあ、今のそれこそ兄弟の ER であるとか、あとは、ニュースですけれども、山中さんであるとか、農さんのような方がですね、地道にやってこられた、インドネシアのそういった廃校最大限使ってですね、もっと大々的にやろうということで、2年間の監督プロジェクトを計画しておりまして、それの接種を昨日取りました。もしこの中で、昨日も参加されていた学生さんがいれば、ちょっと朗報というかですね、今回受賞したので、受賞経由でですね、昨日は研究生1名から2名採用する予定だったんですけれども、微妙に増えて2から3名、なんとか採用で取りたいと思います。もし監督に参加したいという方がいらっしゃればですね、ぜひとも、お声掛けをしていただきたいなと思います。で、所詮終わりですけれども、まあ、今後、まあ、基本的に MCD で続けていくんですけれども、まあ、さっき予算、いろいろ先ほどの航空機関数の時もありましたけれども、予算も厳しいというのもありますけれども、で船も同じように厳しい状況なんですけれども、いずれですね、MC を研究するときに、するのに、こういうことが分かって、船でやっていけばよかったということだけは、ないように時代になるというふうに思っていますので、そういった程度を見つけつつ、これから進めていきたいと思っております。もうこれでおしまいですけれども、ちょっと数えてみたらですね、400日の調査、未来には、これ少ないかと思ったんですけれども、他の船は明日の大体100日ぐらいなんですが、ただ、こういうのはですね、むしろ一緒になっていただいた、その230名の学生さん含む研究者、145名のみの技術員、そして400名を超える全員さんの方々と、この400日間を共にできたということが、今までの
成果で、あの一番の私にとっての成果だと思います。小さいと思っていますが、これからもこういった点を大事にしながら進めていきたいと思います。早くして、さらに早くしていくと申し上げられます。以上で、ご視聴ありがとうございました。